んばんは。電波が悪いですが始まりました、クヨタンチャンネル始まりました。ありがとうございます、来てくださって。よし、今日はちょっと、今日はというかもう今はもう髪の毛をくぐりました。もうめっちゃ怖いんですけど、なんかもうみなさん一緒に頑張りましょう。急にポジティブ。待って、これ消すためのティッシュがないからもう指で消す。よっちゃんさん、アイスありがとうございます。ツイッターフォローありがとう。ただいまです。ちょっとあのもうちょっとしたら母がご飯持ってきてくれるので、もうそろそろ、もうね、こよたんめっちゃ賢くてもうブログ書いてきました。だから9時55分までして、あと5分であげるだけ。マジで時間を有効に使おうぜ。トミーさん、かき氷ありがとうございます。ユウさん、かき氷ありがとうございます。30分一瞬やった。確かに私も一瞬やった、ブログ書いてて。なんか今ジャカルタ48さん、みんな配信してなかったですか？なんかめちゃめちゃ一覧にいっぱいいてびっくりしたんです。そうそう、私はお家なんです。なんでかみんなレッスン場におるよな。あれなんでなんやろ、なんかあったのかな。一緒に配信するためかな、同じチームのこと。もう皆さんご飯は食べましたか？まだですか？金姉さん、かき氷ありがとうございます。ね、集まってたね。しまむーさん、ありがとうございます。あれ、ただいまです。壁が割れる。あ、待ってご飯、今からご飯なんやろ。ご飯作りやすいやつがいいんだよね、やっぱり。焼きそばとかは麺ないからきついか。麺なかったらちょいきつい。まこさん、ビーチボールありがとうございます。おかちゃんさん、タコありがとうございます。ちょっとこよちゃん、さっきの配信で話してた冷ややっこを作ってもらってます。今なんか今ララって呼ばれてんやけど、めっちゃ猫が、うちの猫がララって呼ばれてんやけど、なんか絶対なんかしたやんな。てかなんかこの配信、さっきの配信終わったらなんかめちゃめちゃショールームのフォロワーさんが増えててびっくりしました。ありがとうございます。初見さんもよろしくお願いします。
ツイッターのフォローもよろしくお願いします。なんか今ツイッターほんまに不具合起きてて、なんか結構スムーズに見れてないんだけど、ツイッターのフォロワー多いのかっこいいよね、なんかほら、何万人います、何十万人いますみたいな。豆腐ハンバーグいいね。麺ないのか、なんやろな。夜ご飯ってもうなんかうん、コラーって言われてる。冷ややっこいいと思う。マジ冷ややっこ美味しい。もうほんまに美味しすぎて。待って、今の時間帯してる子多いよな絶対。頑張ろう頑張ろう。スケーモンさんバラありがとうございます。ちょっとまだご飯が届かないみたいなので、会話してつなげないと。どうしようかな。あ、来てくれました。うん、これもいらんやつ。ちょっとまずそこ置いてください両手で。白ご飯がないねいらんよ。いただきます。いらん。冷ややっこが届きました。ちょっとホワイトボードに書くのちょっと待ってください。まあちょっとご飯食べる。見て、冷ややっこ、これめっちゃ美味しいやつ。これがさっき言ってたやつです。見た目はもうよね。これがなんかマジでダイエット食みたいな感じなんやけど、これはメカブとオクラです。わかりますか、この底にメカブが入ってて、ネバ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 お料理、体にいい。でこちらチャプチェです。なんかもうこんな全部見せるの恥ずかしいんやけど、チャプチェです。こちら砂肝です。いただきます。これめっちゃ美味しいんで、マジ美味しいんでこれ。多分なんかこれ作った後にライちゃんが悪さしたからちょっと時間経ってますね。韓国海苔がしなしなになってます。ほんまにね、ほんまにライちゃんはやんちゃ坊主なんですよ。まあフータもなんかさっきフータ蛇口から出てる水さパクパクしてた。直飲みしようと思ってたんかな。パクパク、なんか韓国のり落ちた気してんけど。美味しいです。うん、怖いけど頑張ろうね。暑い、お皿が熱くてちょっと持ち方が変になるけどごめん。美味しいのこのチャプチェも。まためっちゃもぐもぐ配信だね。次はオクラを食べます。これはオクラとメカブ、めちゃめちゃネバネバで
体にいいですよ。このね、酸っぱいのがいいんです。酸っぱいから。もうほんまに衣装を綺麗に着たくて、せっかく可愛い衣装を用意してもらっているので、綺麗に着られるように体型維持は気をつけてます。おいしい。あのもう豆腐をね、この豆腐食べるときは美味しすぎて1個はペロリと食べちゃうので、2個豆腐作ってもらってます。豆腐2個分作ってもらってるんですよ。キムチもね、発酵食品なので肌に良いですよ。もうちょっとみんなに、なんかほんまにほぼ毎日メンバー会ってるから数日会ってないんですよ、メンバーに。そんだけでなんかもう全然合ってない気分になる。なんていうの、数週間ぶりみたいな感覚になる。そういう時ありませんか？なんか皆さんはいつお休みなんですか？土日？決まってない？そういうのは。決まってないんですか？そうそう、オクラ。これはね、美味しいんです。砂肝も食べていきたいと思います。砂肝もね、美味しいんですよ。砂肝とニラ、チャプチェ食べます。砂肝とぼんじり、ぼんじりって何や？ぼんじりって何や？食べたことあるかな、ぼんじり。砂肝、ぼんじり？ぼんじりってプルプルしてる？
なるほどな。バラバラやね、やっぱお休みって。くーたんは今夏休み。ほんまに全然会ってないかも。え、全然ってことはないか、別にメンバーと会ってない。あ、てかほのぴーのツイート見ましたか？こよたんとの動画を載せてくれたみたいです。てかなんかこれルームスに載せていいっていうメールが来たんですけど、ちゃんと凝っててなんか面白かったので皆さんぜひ見てみてください。立候補のピーしてください。友情出演って書いてあった。友情出演って何ですか、ほうちゃん。ほうちゃん可愛いですよね。みんな可愛い、みんな可愛いんです、本当に。キューキちゃん大好きです。キューキーちゃんとか言って、同期やのになんかあんまりちゃん付けしやんか。てかなんか川上千尋さんとか加藤優香さんが解説にあの便乗しててめちゃめちゃ面白かった。しかもそれを NMB 公式が同じようにあの引用リツイートしてるのがめちゃめちゃ面白かったですノリいいね。いってらっしゃいませ。面白い。なんか誰かのルームス入りたいな。ほんまに加藤優香さんのね YouTube チャンネルでしてはりましたね、瀬戸里とかの解説。ほんまに見ました、私も。なめくじのところとか見ました。ああやって言ってもらえてて嬉しかったです。ワンチュージメジメ、じゃあワンチューハートはなめくじで。なんかなめくじハートはなんでか知ってて、結構昔の曲なのになんですけど、なんかたまたま私が NMB のプレイリスト全曲ではなくて、なんか引っこ抜いて作ってるプレイリストがあって、その中になめくじハートが結構前から入ってて聴いてた曲だったのでちょっと嬉しくて、衣装とかも知ってたから、自分がそのユニットにいた瞬間いたって分かって
めちゃめちゃびっくりしたの。え、こんな可愛いのでいいのって、思いました。いろんな、ほんまにいろんな曲やってみたいね。あんなにアイドルの曲を経験できたからよかったです。うん、チャプチェがほんまに美味しい。どこチャプチェ皆さん食べますか？食べることありますか？チャプチェ、チャプチェって給食では出てないか。給食では出やんかな。どうやろ、なんかビビンバとかは給食で出てたんです。珍しいかな。なんか結構前に公演の MC で好きな給食みたいな言ってて、で揚げたこ焼きって誰が言った、青原姉妹の誰かが言ったのかな、うん、みんなあーって言ってて、これより揚げたこ焼きなんて出たことなかったから、何でなったの覚えてますね。揚げたこ焼き皆さんのとこでは出ましたか？関西だけなんかやっぱりそういうのはな。 NMB やもんな、ナンバー。やっぱり今の時間帯はみんな配信してるからね、これはもう競争ですよ。皆さんこんにちは。よければフォローよろしくお願いします。こんな、なんかツイッターはほんまにやりたくて、なんならもう前のお話し会の時からやりたかって、もう、めちゃめちゃ発信しやすいじゃないですかツイッターって。でもその時私たちブログしかなかったから、明日の何時からスタートしますみたいな、だから前日に書かなあかんくて、だから結構それが結構大変やったからよかった、ツイッター開設されて。今できるかな配信中、どうやろ。ちょっと不具合起きてなかったらいいんやけど、いけそう。もぐもぐ配信してます。もぐもぐ配信してます。 OK できました。できたかな、見てほしいです。できてますかね。ありがとうございます。
なんかさ、夏ってさ、急に炭酸ジュース飲みたくなる時ありませんか？夏の夜がなりやすいかな。あと公演後とかめちゃめちゃ飲みたくなる。公演前によくメンバー飲んでるんですよね。なんか公演後に飲みたくなるけど、あんまり飲まないですねでも昨日は夜に飲みました。買って桃のやつ、桃の炭酸めっちゃ美味しかった。桃の炭酸やね。ほんまに分かりますかこの気持ち。分かる？めちゃくちゃわかる。うん、レモンの桃飲んだことある。つい最近飲んだかも。つい最近でもないか。ちんねえさんペンライトありがとうございますね。ほんまにわかるわ。炭酸めっちゃ飲みたくなる急に。夏の夜がさ、ほんまに飲みたくなるんよね。ちょっとそろそろ買おうかな。クラックさん、アイスありがとうございます。ちょっとまとめて書くな。坂道さん、あ、坂組さん、レインボースターありがとうございます。竹本さん、ハートありがとうございます。オレンジのおっさんさん、ありがとうございます。なんか最近この前ね、なんか難波で、まずそもそも翔子さんアイスありがとうございます。動物を見ないじゃないですか。見るかもしれへん。ハットさん馬のやつありがとうございます。なんかね、でチネサペラでありがとうございます。なんか難波で動物を見るのが、もう人と居酒屋が多い街じゃないですか。でなんかこの前難波で犬を散歩してる人を見て、すげえって思いました。すごくないですか。しかもあの劇場のあたりの道を、すごくない。あんなに人いっぱいいる中、ワンちゃん、ワンちゃん散歩するのすごくない？難波で。でこの前帰ってる時に、なんか草むらで、草むらっていうか、なんやろ、ちょっと生い茂ってるところで、なんかガサガサ音が聞こえて、でなんか変な声もするんですよ。あーみたいな。で怖っと思ってちょっと立ち止まってたら、なんかその時はなんか、え、なんか怖い人いんのかなみたいな思ったんですよ。怖い人、なんかその草むらで寝てんのかなって思ったんですよ。ほんだらイタチ出てきて、ナンバでイタチですよ。ナンバでイタチが、しかも一匹じゃなくて、最初一匹出てきたと思ったら二匹また出てきて、だから三匹で向かい側の道路ピャーってまた走っていきましたけど、ナンバでイタチはマジでびっくりしすぎて、ほんまにそんなことあるんやね。あんな都会にもいるんや。ほんまにびっくりした。あれはなんであんな都会に、メルさんアイスありがとうございます。
皆さんはどんな動物を見たことありますか、難波で。こんばんは。めっちゃでかいのに、え、ネズちゃん、ネズちゃんはやばいわ、マジ怖い。カラスな、カラスも見る。イタチ見たことないですか。え、都会によくいるんや。逆にそういうことなの。野生、野生なん、野生やんな、そりゃ。え、すごいね。イタチなんかでも初めて見たかも、確かに。ん、見たことあるんかな。もうイタチかよう分からんけど、ネズミ、ネズミでもないと思う。イタチやったと思う。ハムスター。トモタンさん、タコありがとうございます。ちょっと後で書くね。鶴さん、アイスありがとうございます。今さ、チームが何位か分かりますか。なんでチームの順位は出へんやろ、これ言ったっけ。鶴さん、アイスありがとうございます。やばい、なんかほんまに後でちょっと書きますね。よいしょ。ね、1日ごとに出たら分かりやすいんだけど難しい、難しいです。フーター、ドアを開けてってしてきます。もずくが最後食べにくいの。アゴさん、レインボースターありがとうございます。頑張ります。およりん、お箸の使い方綺麗やね、ありがとう。これね、このお箸ね、銀のやつなの。ちょっと韓国のお箸なのかな。でもちょっと今持ち方変になるかも。のずくの最後をつかむのが。ふーたいない。ふーた来た。ふーちゃん、何してんの。かゆ。ふーちゃん、お友達も応援ありがとう、ありがとう皆さん。
そうそうそう、ふーちゃんドアガリガリしてた。みつきちゃん、レインボースターありがとうございます。3位くらいか。ありがとう、教えてくれて。やっぱ手ごわいね、みんな。リズちゃん、こうかき氷ありがとう、ありがとうございます。どうやったら1位になれるかな。やっぱりしっかりタイムスケジュール組んで。皆さんフォローよろしくお願いします。フォローとあの拡散、ツイッターもよろしくお願いします。ツイッターのね、固定してあるツイートのリツイートもよろしくお願いします。そうそうそう、 F はそこから追加される感じ。はるかちゃん、アイスありがとうございます。多分これでステージとかライブ出れたらもっと知名度が高くなると思うから、悔いのないようにしたいですね。かなたさん、ハートありがとうございます。もっと知名度上がるんだろう。100個ありがとう。なんかね、なんでかね、夜寝るときは来ないんだけどね、こよりがこうショールーム配信してるときはなんか来るんよね、ふーた。なんでだよな。起きたわ、寝てたのに。かわいい。早くルームスに動画載せたい。どうやって載せんの、マジで。めっちゃむずいんやけど。ふーただけの動画とかも載せさせてください。かわいすぎて。あまりにもかわいすぎて共有したいので。ほのかさん、アイスありがとうございます。共有させてね。それな、配信出たがり説はマジで一理ある。ほんまにいつもそんな感じなんよ。はあ、怖い。頑張りましょう皆さん。もうそろそろチャプチェが食べ終わりそうです。もう冷ややっことむずくは食べ終わったんです。なんかさ、これさ、食感がいい食べ物が好きでさ、なんかこのチャプチェにも入ってるさ、タケノコとかもさ、めっちゃ好きなんです。なんかたまに料理に隠れタケノコあるじゃないですか。
わかりますか？隠れタケノコがめっちゃ好き。タケノコがまず好きやから。あとは。キクラゲとかね。ぜひハートをピンクにしてくださると嬉しいです。ツイッターのフォローもお願いします。ツイッターでの拡散もよろしくお願いします。ありがとう、皆さん褒めてくれてね。メンマも好きだよね。わかる、春巻きの中のメンタケノコとかも好き。春雨好き、春雨、春巻きも好き。ちいねえさん、ペンライトありがとうございます。みつきちゃん、アイスありがとうございます。今は何分か見ます。12分、あと20分くらいかな。皆さんぜひフォローしてくださいね。もうこのイベントが終わってもショールーム毎日配信していこうと思ってるから、どれだけいろんな人に知ってもらえるかやな。もしこのショールームイベントがダメでランウェイ歩けなくても、向こうからオファーが来るくらい大きな存在になりたいですね。食べた。春巻き食べたくなった？好き嫌い多い気する。21時55で終わりだって言ってたけど開始20時55。なんかもうどうしようマジで。いや開始なんか3枠目は多分25分配信なんよな、一人。あれ25分配信ね、それねそれねそれねそれ。違う。ほんまや、どうしようってことは5分縮めた方がいいよな。どうしよう、8時55からにしようかな、その方がいいかな。じゃあ8時55にしたいと思います。せやな、8時55にして、そう、ついあ、いや大丈夫、9時から10時までしたいと思います。もうブログはこの配信が終わったら上げとこ、んでツイート上げて、おばめ書いて、タイムテーブル組んでかな。明日はちょっと変則的な感じになると思うんですけど、朝はち
ょっと変則的になると思います。3人で回すというよりは担当が決まるかもしれない、そんな感じになると思います。ゴリちゃんならなれる、ありがとう、頑張ります。ほんまにいろんな夢を叶えていきたいな。初見さんもいっぱいありがとうございます。よければフォローしてください。うん、ありがとうございます。スタバの桃飲みたい、まだ飲んでないんです。飲みたい、絶対美味しいよね。誰が飲んだって言ってたの、めっちゃ美味しいって。ブームさん、かき氷のどうぞのやつありがとうございます。こんばんは、ありがとう。21時からでよろしくお願いします。なんかもう皆さんそろそろ目とか疲れてきてませんか？大丈夫ですか？こたは今ちょっと充電がピンチですね。まあまだあと15、14分くらいは粘れると思います。でもなんかソロランウェイってどんな感じなんやろな。なんか前に上田美優さんが1位になってはった時、なんかソロ、なんかあの小さい子いたじゃないですか、両脇に。あれはソロなんですか？あれで合ってるかな。そうなんかな、どんな感じなんやろね、ソロランウェイっていうのは。ちょっとリップ塗ります。このリップ結構ねいいんですよ、取れなくてね。コタンがいっぱい喋るからね。まだみんなレッスン場にいんのかしら。レッスン場配信してますか？早くみんなに会いたいな。ちょっとインドアが過ぎるのでね、インドアすぎてね、ちょっとこよちゃん、インドアすぎて早く誰かと遊ぶ約束をしないと。コニーさん、アイスありがとうございます。次のね世代交代前夜公演は28日なんですよ、金曜日かな。久々じゃない？金曜、いや金曜日に公演よくあるか。あきあさん、タコありがとうございます。あ、あきゅうって書いてた。ありがとうございます。コニーさん、ハートありがとうございます。ずっと見てられる。ほんまかい。ミュウさんは子供と出ててなんちゃってソロだなと現場で感じた。ぬ、3人、実質3人やったもんね。だからどんな感じなんやろうと思って。次会えるの28です。そうなんかもうどうしようぎがないからさ、まあ買わなしゃあないかもやけど、なんかもしなんか用事で外出てる時は配信できないやんか。だからちょっとピンチな、ピンチコック。和歌山県大騒ぎになったんですか？和歌山、三重でもそういうイベントしたいな。劇場で先輩と配信するメンバーがイベント後半増えるよ。そうなん？どうしよう。チネさん、ハートありがとうございます。そうなん？そういう
やっぱ作戦会議とかやらなあかんな。やばい、なんでだろうな、ほんまに今月そんな携帯触っ、いやでも知らん間にやっぱ触ってるか、なんかなあ、イガは買うけど 買えば大丈夫。かなたさんハートありがとうございますね。昼夜マジでさ3週連続昼夜の日とかあったよね。あれすごいな今思えば。昼夜ね、和歌山県いいね、三重にも来てほしいな。どこがいいんやろな。はじめまして、皆さんが来てくださってありがとうございます。ちょっとね髪の毛をね変えたんだけどね、次の配信はどうしよう。もう一回ポニーテールでいいかな。そろそろ服もね調達してお出かけしたいですね。8月は、7月はもうイベントでね家にいることが多いと思うので。なんでそんな気が使ったのな、ほんまに増やしてもらったのにやで。何やろな、ほんまにビビる。何やろな。日曜に公演多いの私から、あ日曜にさ休憩って公演したことあるかな、あるあるか、そりゃもう全然覚えてない。もういろんな公演何回出てるんや、もう自分30回くらいそんくらいかな、もうちょっと出てる、でもそんくらいか。あれろー、ポニーテールいいですかな、ありがとう。勝之さんアイスありがとうございます。ね、えすごい、皆さんの方が知ってくれてる。ありがとうございます。教えてくれて。昼夜でね結構出る回数が増えるんだよね。振り入れの動画も見たな、確かに。 YouTube はねあんま見ないようにしてね、あのギガをね節約するために。そうやねん、でもねめっちゃ好きなんですやっぱり動画見るのは。ありがとう。あこれあったんや、まだあと6分で終わりますね。ちょっと最後に母がアイス持ってきてくれたので、これめっちゃ美味しい。これもう家からなくなったと思ってたらあった、嬉しい。めっちゃ美味しいんですこのアイス。これね、これね塩キャラメル味なんだよ、やばくない、めっちゃ美味しいんだけど。めっちゃ口についてる。おお、みつきちゃんどうぞのやつありがとうございます。アッキー、ユッキーさんハートありがとうございます。これえこれほんまに美味しいのよ。
めっちゃ口についてるやん。めちゃめちゃ美味しいんですよ、塩キャラメル味。なんか塩キャラメルってもう名前からして美味しくないですか？の、なんやろ、なんかこってりしたのが食べたい時はキャラメル味選ぶかもしれへん。みつきちゃん食べてのやつありがとうございます。で、さっぱりしたい時はマンゴーとか桃を食べるかな。なんかリハ期間結構レッスン上こもってるからコンビニにご飯調達しに行くんやけど、その時にアイスをね買いに行ったので、その時に選ん2個食べて、あ、1日じゃないよ、別日で、その時に桃とマンゴーを食べました。もうそれがもうなんか本物みたいで、そのフルーツをまんま食べてるみたいでめっちゃ美味しかった。で、なんか新作も発売されるみたいで、何やったかな、マスカットかな、もう当たりやん、もんで、もう考えるだけで、やばい、あと1分や。ちょっと壇上読みます。13位はるかちゃんありがとうございます。12位ブームさんありがとうございます。11位ほのかさんありがとうございます。10位かなたさんありがとうございます。9位まこだありがとうございます。8位ちいねありがとうございます。7位コニーさんありがとうございます。6位リズちゃんありがとうございます。5位アキアさんありがとうございます。4位オカちゃんさんありがとうございます。3位トモタンさんありがとうございます。2位ハットさんありがとうございます。1位ミツキありがとうございます。塩バニラや、塩バニラでした。なんで何をキャラメル言ってんこより、ほんまに怖い。まあありがとうございました。マリナさんハートありがとうございます。ではでは、30分になったのでありがとうございました。バイバイ。9時に会えます。